2月からグラブルコラボフィーバーが始まるということで、過去に開催された、ペルソナ5とカードキャプターサクラコラボが復刻し、さらに、サイドストーリーにあるコードギアスも合わせて、キャラや装備の最終上限解放も行われます。特に、カードキャプターコラボで手に入る木の本サクラが欲しかったのに、私がグラブルを始める前にコラボが開催されたせいで持っていませんでした。ちなみに、カードキャプターコラボが開催されたのは、2017年10月でした。私がグラブルのアカウントを作ったのが、確か4周年ちょうどの2018年3月だったので、コラボには参加できませんでした。ついでにコラボ開催履歴を見ていたのですが、2017年12月に進撃の巨人コラボもあったんですね。キャラとスキンが欲しいのでこっちもぜひ復刻してほしいです。さて、なぜ木の本桜が欲しかったのかというと、性能が唯一無二のものであり、周回で非常に役立つからです。性能を見てみると、まずサポアビで、自身の残り HP が多いほど味方全体の攻撃力アップを持っており、しかも全属性のキャラに対して効果があります。これだけならばリミオーキスも同じサポアビを持っているので唯一無二ではありませんが、なんと通常攻撃を行わないんですよね。通常攻撃を行わないというのは、一見デメリットのように感じますが、周回においてはメリットに働くことが多いです。グラブルには連撃硬直がありますが、木の本桜は通常攻撃をしないので自身の連撃硬直は0秒でありつつ、味方全体の火力を底上げすることができます。特に、HP が低めの敵、例えば、ストイベ EX や砂箱ゲージ後周回で役立ちます。他にも通常攻撃をしないキャラはいますが、火力を上げられるキャラは少ないです。さらに、最終上限解放も予告されているので、このサポアビが強化されると嬉しいです。また、ペルソナ5コラボのジョーカーと、コードギアスコラボのルルーシュにも最終上限解放が実装されます。最近のコラボキャラはかなり強く、しかも両キャラとも闇属性なので、次回古戦場での活躍も見込めそうです。少なくとも、所持キャラが少ない初心者中級者を救済できるほどの強さにはなってほしいですね。また、武器に関しても最終上限解放されるとかを、クリスマスの生放送で言っていましたが、すでに4凸が実装されているものばかりなので、5凸が実装されるんですかね。コードギアスコラボで手に入る、風の銃であるバリスは、メインで持つとアビ性能がアップするので、今でも使われています。それが5凸になるということは、シンプルに性能がアップするので楽しみです。ということで、今回は、木の本桜がついに手に入るという動画でした。チャンネル登録と高評価よろしく。それでは、